はい、どうも皆さんこんにちは。ドラム講師の平田直之です。本日はかっこいいフレーズですね。こちらをお届けしていきたいと思います。本日の参考音源は、星野源さんの3っていう曲ですね。この中の大サビの部分のフレーズを抜き取りました。ぜひかっこいいフレーズですので覚えていただきまして、原曲の本家の方の動画と一緒に楽しんでいただければと思います。では早速レッスンの方を始めていきましょう。はい、では、早速レッスンをしていきましょう。まず普通の8を叩きます。こういうパターンですね。足が全部入っています。これにアップダウン奏法ですね。これをアップからスタートしてダウン、アップ、ダウンをしながらさっきのリズムパターンを叩いていきます。そうするとこうなります。まずはこのリズムを覚えてみてください。で、これがいけましたら今度足が3回入るとこですね。サビの2小節目ですね。足のフレーズが3連続になるんですけども、これを練習していきましょう。足はドン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 、こんな形になります。手を入れるとこうなります。ドン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 。はい、ここがサビ部分ですね。で、はじめにクラッシュシンバルが入るか入らないかで、もうほとんどリズムパターンはこれで完成となります。で、今度はフィルインの部分ですね。3って書いてあるのは6連符になります。まずリズムだけ取っていきます。手と足を合わせますと、タンタンタン、タタタタンタン、うん、タタ。このリズムです。タンタンタン、タタタタンタン、うん、タタ。ドラムセットに応用していきます。うん、タン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 、うん、こんな形ですね。で、今回楽譜の方に、記載はしてないんですけども、16分布形が入りましたら跳ねて叩いてみてください。なので、16分になると、6連符の1と3、こんなような形で、取っていきます。で、今回のフィルインに関しては6連符の、4と6ですね。4と6で取ってあげれば大丈夫です。感覚的に言うと、ちょっと跳ねてる感じですかね。本当であればタンタンタンタタタタンタンうんタタってところをうんタッタちょっとだけこう跳ねてみます。こうではないです。こうではなくてこういう形で叩いていただければと思います。もう一回フィルインの部分を叩いていきます。リズムは先ほどのタンタンタンタタタタンタンタッタですね。はい、この形になります。ではサビを最初から叩いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。2小節目トントントン。3小節目、4小節目、足が変わっています。シャダダン。5小節目、6小節目、ドンドンドン。7フィルインです。はい、こんな形になります。ぜひ楽しく練習してみてください。はい、いかがだったでしょうか。結構裏のアクセントが大変だったりするんですけども、ゆっくり練習していただければできるようになると思います。ぜひ楽しく練習してドラムをかっこよく習得していきましょう。では最後までご視聴ありがとうございます。